ここがですね、太平洋に向かう横浜港になっています。1906年日露戦争が終わった翌年なんですが、ニューヨークの銀行家のシフという方がこの横浜に着きます。シフさんだけじゃなくて奥さんと、それから、アメリカ人のお友達のグループですね。彼らはですね、実はマンハッタン、ニューヨークのマンハッタンなんですが、そこの銀行家のグループ、投資家というか、別の言い方では国際金融家というふうにも呼ばれております。そのグループがですね、横浜に着いたわけです。その時からですね、日本全国を彼らは回りまして、で途中で明治天皇からですね、勲章を受けているわけですね。なんで勲章を受けたのか、これはですね、実は1904年から5年にかけて日本とロシアとの間で戦争があったわけです。その戦争の時にですね、もう通常の国家予算がですね、何倍にもなるようなお金がいるんですね。そのお金をですね、日本国内だけじゃ賄えないということで、外国からですね、お金を借りに行ったわけです。で、派遣されたのがですね、まあ、波乱万丈のですね、高橋是清で、アメリカでですね、まあ、苦労しながら英語を勉強して英語に通じるようになって、そういう手腕を買われてですね、まずアメリカに行ったんですね。ところがアメリカじゃどうも芳しくないということで、今度はイギリスに渡ってですね、外債をですね、募集したわけです。で、その時に、シフさんがですね、シフさんは実はニューヨークで活躍していた人なんですが、そのシフさんがたまたまイギリスに来ていて、そこで、2人が出会ってですね、でシフさんが日本にお金を貸すことになったと、こういうわけなんですね。でそのおかげで日本はですね、日露戦争のお金を賄うことができて、そして戦争に勝つことができるというわけです。でそういういきさつをですね、日本の政府の要人も、それから明治天皇もですね、知ってるわけですね。これは主婦さんのおかげだということで、彼にですね、勲章をあげるよということで、高橋是清がですね、シフさんのこうスケジュールをですね、まあ、全般的に見てあげて、そして、シフさんが日本にやってくるということになります。日本国中回ってですね、それからちょこっと朝鮮半島にも行くんですが、そこはまあちょこっと見ただけで、また日本に戻ってきてですね、あちこちに行って大歓迎を受けて、だいたいそうですね、2ヶ月くらい、日本にいました。2ヶ月後にですね、彼はまたですね、横浜にやってきて、当時の横浜は日本人が外国に行く主な港だったんで、またここからですね、今度はカナダ経由でニューヨークに向かうということになります。でところがですね、来た時にはシフさん、ミスター&ミセズシフというふうな感じだったんですが、帰る時にはですね、そのシフ夫妻の他にですね、もう一人日本人の名前があったんですね。でその人の名前はですね、ミス W 高橋というふうに書いてあったんですね。これはパッセンジャーリストにですね、そういう名前が記載されております。高橋和子さん、その当時ですね、15歳ぐらいだったと思うんですけれどもね、今で言えば中学3年生ですね。その子を連れてですね、ニューヨークに行くことになるわけです。その和子さんはですね、ニューヨークの5番街
という、まあ、中心街ですね、主婦さんの自宅でですね、それからほぼ3年間、教育を受けるんですね。ワックさんの教育については主婦さんがですね、実に細々とですね、面倒を見て、3年後には結構主婦さんに可愛がられてですね、また日本に戻ってくるということになるんですね。ところがですね、それから30年後の1936年、2月26日にですね、高橋是清さんはですね、軍人によってですね、ピストルと刀でですね、殺されるというふうになります。ここでですね、私たちが考えたいのは、その主婦さんが大歓迎を受けた1906年からですね、30年間何が起きたのかということなんですね。明治天皇はですね、この主婦さんがやってきてすごく喜んだんですね。高橋是清に対しても明治天皇はですね、喜びを持って接しられておられたと思います。ところがですね、この30年後にですね、当時は軍部の軍人たちもですね、主婦さんに対してよくお金を貸してくれたというふうに言っていたんですけれども、その軍人たちによってですね、なぜ高橋は殺されることになったのかということなんですね。その謎をですね、私たちはこれからですね、解いて行きたいということです。終戦後の話なんですが、昭和天皇の記録をですね、少し皆さんにご紹介したいと思います。昭和41年、1966年の9月の29日、新任のイスラエル国特命全権大使モッシェ・バートルの新任状捧呈式を行われ、同大使より新任状および前任大使の解任状をお受けになるというふうに記録されているわけです。どういうお話をですね、イスラエル大使に話されたか、ここにですね、一つ興味深いお話がありますので、紹介することにいたします。他界されてしまったが、私はイスラエルのモシェ・バルトゥール駐日大使と親しかった。大使は昭和41年から5年にわたって東京に在勤された。私は大使から聞いたが、着任してすぐに皇居において信任状の捧呈式が行われた。その時に昭和天皇から、日本民族はユダヤ民族に対して感謝の念を忘れません、かつて我が国はヤクブ主父氏に大変お世話になりました、この恩を忘れることはありませんというお言葉をいただいた。大使は陛下の思いがけないお言葉に驚いた。ところがヤコブ主婦という人物について知識がなかった。そのために大使館に戻ってから急いで調べた。私は前大戦中と占領下における昭和天皇のご苦労について週刊誌にノンフィクションを連載した。入江助政侍従長に何回にもわたってインタビューをした縁から実行になった。そこでバルトゥール大使から聞いた話について尋ねた。すると昭和天皇は、どのイスラエル大使に対しても信任状の捧呈が行われるたびに主婦とユダヤ民族への感謝を伝えられたとのことだったというふうにですね、面々とですね、この日本はですね、主婦に対してこの感謝の念を忘れていないということがですね、ここではっきりとですね、伝えられてきているんだということを紹介しておきます。なぜですね、その30年間に、明治天皇の喜びがですね、昭和天皇の悲しみに変わったのかということに入っていきましょう。226事件で軍人たちがですね、高橋是清とか殺したわけですけれども、実は226事件の、軍人たちはですね、ある程度昭和天皇に期待していたんですね。
でところがその期待に反してですね、昭和天皇は激怒します。殺された時の高橋是清はですね83歳ぐらい、そして何回もですね蔵書をやったりして、昭和天皇からですね非常に信頼されていたわけです。昭和天皇がですね、お高橋体どうかい、体が良くなったかい、というふうにですねお父さんのようにですね信じて、おられたそうです。その高橋が殺されたのでですね、昭和天皇はですね、陳が国王の老臣を殺害するとは何事かというようにですね激怒したんですね。226事件の首謀者のほとんどはですね死刑になったんですね。つまり思惑とは逆にですね昭和天皇の怒りを買ったわけです。結局ですね国家のシステムにおいてはですねもう軍部の横暴をですね阻止することはできなくなっていきます。その大きな一歩がですね226事件でですね高橋を殺したということです。考えなければいけないのはですね、高橋はなぜ殺されたのかということなんですね。何か理由があったんだろうと。この高橋是清が参謀本部不要論というのを言ったんですね。参謀本部はいらないんだというのが一つ。もう一つはですね、この前の年の予算の編成の時にですね軍部に対して非常に批判的なですね、発言をしたからだと、こういう理由を挙げているんですね。でこの理由の他にも高橋はですね当時の軍部に対してですね激烈なですね批判を展開しているんですね。そういう、憎まれた軍部からですね極めて憎まれた人だったんですね。なぜ憎まれたのか、憎まれるようになったのかということをですねこれから説明していきたいと思うんですが、その時にですね主婦という方とですねこの高橋是清とのですね交流があるんですね。主婦はその後二度と高橋に会うことはありませんでしたけれども、手紙による二人の交流はですね1920年に主婦が死ぬまでのですね14年間にわたって続きます。そして主婦と高橋とのコミュニケーションといいますか意見の一致がですね基本的なところではとっても似通っているんですね。でこの似通っているのはですねおそらく2人がですね、共に、国際的な投資を展開していると。でもちろん主婦はですねイギリスとかそれからヨーロッパ全土それからウォール街のですね当時はですねトップのですね国際的な銀行家だったわけですし、高橋もですねもう何度となく蔵書をやってですね財政のプロ中のプロなんですね。でその2人にですね日本人の高橋とそれから当時はもうすでに主婦はですねアメリカの市民権を取っていまして、でアメリカ人の主婦との間にですね、非常な共通性があるわけです。実はですね主婦という方はドイツのフランクフルトで育った方なんですね。フランクフルトっていうとですねロスチャイルドですね、ロートシルトとも言いますけれどもロスチャイルドたちのですねユダヤ系の人たちがですね活躍した場所でして、主婦も古いユダヤ人の家系でですね同じ一つの家でですね共有していたというわけですけれども、そういう近い関係にあったユダヤ人だったんですね。でその主婦はですねフランクフルトにいた若い時にですね父親のもとよりもニューヨークに出てですね、一旗あげようということでニューヨークのですね、クーン・レーブ商会というところに入ってですねローブ商会とも言うしレーブ商会とも言うんですが、その商会をですねマンハッタン一のですね投資銀行にですね育て上げるわけです。このウォール街はですねもう一つグループがあるんですね。そのグループというのはですね現在でも JP モルガンっていうモルガンを代表とするようなですねアメリカのニューイングランド地方でですね活動していた、グループがあったんですね。つまりウォール街というのはですね
ドイツ系ユダヤ人のグループと、これは主婦が頂点でした、その当時。もう一つはそのモルガンを代表とするようなですね、ヤンキーグループといわれる人たちがですね、活躍していたわけです。主婦さんのですね、ファミリーツリーをですね、お見せしますけれども、この主婦さんのクーン霊部紹介という、こういう中にですね、主婦さんの名前がデンとあるんですね。そういう親族関係、つまりユダヤ人のですね、ドイツ系ユダヤ人のグループとですね、それからモルガン系のですね、グループとがあってですね、ウォール街を二分していたということが言えるわけです。この主婦さんがなぜ日本に出資したのかと。確かにね、ビジネス一つ、もう一つはですね、主婦さんがユダヤ人であって、そのユダヤ人がですね、このロシアのツアー、皇帝にいじめられていると、ポグロムというわけですけれども、ユダヤ人に対する弾圧なんですね。でこれをですね、このロシアの皇帝を中心としてですね、コサックも含めてですね、ユダヤ人たちをいじめていたわけなんですね。いじめるっていうのは人をユダヤ人を殺すということも含めてです。でこれに対してですね、主婦さんはですね、日露戦争が始まる以前からですね、ロシア政府はユダヤ人いじめをやめろというふうに言っていたわけですね。そしてドイツ系のユダヤ人グループはですね、実はユダヤ人であるということによって、この日露戦争においてですね、ロシア政府をなんとか叩きたいと、そしてユダヤ人に対するいじめをやめさせようというのがあったわけです。だからモルガンたちのグループに比べてですね、ドイツ系ユダヤ人グループがですね、の総意のもとにですね、主婦が代表としてその日本に肩入れをしたんだということなんですね。単なるですね、ビジネス一般ではない、このユダヤ人であればこそ、その日本に、お金を貸してくれたんだということなんですね。その意味ではユダヤ人とですね、つながりができたということは、高橋惟喜にとってはですね、とてもですね、幸せなことだったんだというふうに見なすことができます。そこで